どうも皆さんこんにちは、漫画雑談所のケロです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はジャンプ41号掲載の呪術廻戦最新235話、陣外魔境新宿決戦丸13の解説考察をやっていこうと思います。マコラの一撃により右腕を吹き飛ばされた五条、絶体絶命かと思われた五条は最大出力の青によりアギトを撃破。ナレーションは挙式紫が新宿に戦績を刻むという締めくくり。いよいよ本当に決着が見えてきた五条 vs 宿儺の戦いは一体どんな終わり方になるのでしょうか。この動画はジャンプ本誌の内容を含みますので、単行本派の方、本誌未読の方はネタバレにご注意ください。今回はこれらの内容に触れていきます。今年は登録者1000人突破を目指していますので、チャンネル未登録のそこのあなた、高評価チャンネル登録何卒よろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。ついに五条 vs 宿儺の最強対決が一応の決着。その決着の仕方は、天高く放った赤に先に放っておいた青をぶつけて遠隔で挙式を発動するという離れ技。呪力の起こり、つまり術式発動前のわずかな呪力の揺らぎから攻撃の内容を赤だと判断した宿儺が、五条が天高く放ったのを見て即座にその狙いに気づいたのはさすがですが、マコラと宿儺の猛攻をしのぎながら遠隔の挙式を発動させた五条はそれすら上回る凄さです。しかも先週切断された腕もわずか一コマで復活していましたね。この時の五条の表情が当時と戦っていた時の天上天下優位が独尊顔を彷彿させるかっこよさがありました。他には今週で青の栄翔が判明したのが個人的には嬉しかったですね。位相、黄昏、知恵の瞳。黄昏とは日没間際の昼と夜の狭間の時間、この世とあの世の境目が曖昧になる一時のことを指す言葉です。知恵は実は仏教用語で、物事をありのままに把握し真理を見極める認識力といった意味があります。無加減という術式の中で最も基本的かつ強力な技である術式の順転にぴったりな言葉選びではないでしょうか。これにより順転、反転、挙式すべての栄翔が出揃ったわけですね。位相、黄昏、知恵の瞳、位相、原光、光の柱、不幸、変更、カラスと照明、表裏の狭間、どれもおしゃれでかっちょいいので早くアニメで声がついてほしいです。第233話で登場した無制限の挙式というワード、登場した時から不穏な雰囲気を漂わせていましたが、その正体は自分自身も巻き込む無思考の挙式でした。宿儺に瀕死の重傷を与えた五条最大の一撃、五条自身初めての自爆と言っていることからも、この一撃にかけた五条の思いの強さが伺い知れます。五条はかつて伏黒に対して、死んで勝つと死んでも勝つは全然違うよと諭していましたが、今回の五条はまさに死んでも勝つを体現しているのではないでしょうか。今週の最後は草壁による状況分析で締められていました。いわく国戦で反転術式の出力を取り戻した五条、治癒も鈍くマコラを失い、天炎での都市空間もままならないダメージを負った宿儺、この二人を見比べた上で五条の勝ちだと断言したわけですが、これまでの絶望的な展開で鍛えられた読者からすると全然安心できないのが怖いところです。特に宿儺には炎の術式風雅という奥の手があり、仮に宿儺が炎の術式以外もストックしている場合、さらなる奥の手の可能性もあります。いずれにしても心臓を潰すか、肺や肝臓といった臓器を確実に潰していない今の状況で五条の勝利を確信するのは、少し早計というか若干の死亡フラグの気配が漂っているように感じてしまいます。しかもこのタイミングでの自主救済、五条勝利という言葉にすがりつつ、頭の片隅にでももしかしたらという恐怖心を抱きながら2週間を過ごすことになりそうです。今回の動画はここまでです。このチャンネルでは呪術廻戦を中心にジャンプ漫画の解説、考察動画を緩く発信しています。深く分かりやすい動画を作っていきますので、よければもう一本、漫画雑談所の動画をご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。よしなにー。